単純方向属化合物は、共役した平面間だけからなる方向属化合物である。単純方向属化合物の多くは、関陽名を持ち、より複雑な分子の構造の一部になる。典型的な単純方向属化合物には、ベンゼン、インドール、シクロテトラデカヘプタエン等がある。単純方向属化合物が、酸素、窒素、硫黄等の炭素以外の原子を含むと、 複素肝式化合物となる。また、ベンゼンのような単肝式、ナフタレンのような二肝式、アントラセンのような多肝式化合物がある。単純単肝式方向属化合物は、ピロールのような五輪肝かピリジンのような六輪肝のどちらかである。融合方向属肝は結合を共有する単肝からなる。窒素を含む方向属肝は容易にプロトン化されて、 方向属カチオンと塩を形成する塩基性方向属管と非塩基性方向属管に分離できる。塩基性方向属管では電子の孤立電子体は方向系には極在せず管の平面を伸長させる。この孤立電子体はアミン中の窒素原子と同様に窒素塩基の塩基性の原因となっている。これらの化合物では窒素原子は水素原子と結びついていない。 塩基性方向属管の例には、ピリジンやキノリンがある。塩基性と非塩基性の窒素原子を含む管には、イミダゾールやプリンがある。非塩基性方向属管では、窒素原子の電子の孤立電子体は、非極在化し、方向属パイ電子系に寄与している。これらの化合物では、窒素原子は、水素原子と結びついている。非塩基性方向属管の例には、ピロールやインドールがある。 酸素や硫黄を含む方向属肝ではヘテロ原子の電子体の一つが非塩基性方向属肝と同様に方向属系に寄与しており、二つ目の孤立電子体は塩基性方向属肝と同様に肝の平面を伸長させている。一方、4N 個のパイ電子を持つ分子は反方向属性を持つ。ありがとうございます。